ラファエル・ゼンパは、19世紀の中頃、ビクトリア朝のイギリスで活動した、美術家、批評家からなるグループである。19世紀後半の西洋美術において、印象派と並ぶ、一大運動であった、象徴主義美術の先駆と考えられている。ロイヤル・アカデミー附属美術学校の学生であった、ダンテ・ゲーブリエル・ロッセッティ、ウィリアム・ホルマン・ハント、ジョン・エイバレット・ミレーの3人は、 美術学校がラファエロ・サンティの絵画に固執し、それ以外の新しい表現を認めない方針に不満を抱いていた。1848年、3人はラファエルゼン派を結成し、ラファエロ以前の美術に回帰することになった。その少し後に4人、すなわちウィリアム・マイケル・ロセッティ、ジェームズ・コリンソン、フレデリック・ジョージ・スティーブンス、トーマス・ウル,ルナーが加わった。これが、 ラファエル全派のメンバーである。ラファエル全派の言語は、プレ・ラフィエライト・ブラザーフッドであり、これは、本来、ラファエロ以前兄弟団とでも訳すべきものである。ラファエルとは、イタリアルネサンスの古典主義の完成者であり、その後のアカデミズムにおいて、規範とされた、ラファエロのことを指す。ラファエロ以前という言葉には、19世紀のアカデミーにおける、 古典変調の美術教育にことを唱える意味があり、彼らは、ラファエロ以前の芸術、すなわち中世や初期ルネサンスの芸術を反とした。兄弟団とは、もともと結社を指すもので、これは日本語の、派よりも、かなり限定的な意味を持つ言葉である。彼らは、この美的な心情を共にする集団という着想を、なざれはからえた。ハン未ミレ ロセッティラは1849年から、自らの絵画に、プレ、ラフィエライト・ブラザーフッドの頭文字からなる、PRB と署名したが、当初、これが何を意味するのか、周囲にはわからなかった。ここにも、彼らの秘密結社性を確認することができる。ラファエル全派のメンバーたちは、機関誌、ザ・ジャームを発行するなど、イギリス芸術界を席巻する活動を展開したが、 統一した形としての芸術理念の文言化を望まなかった。ラファエル全パ活動において秘書的役割を果たしていたロセッティの弟ウィリアムは後年結成当時の理念を以下のように整理している。表現すべき本物のアイディアを持つことこのアイディアの表現の仕方を学ぶために自然を注意深く観察すること監修。 自己検事、決まり切ったやり方で身につけた方を拒絶するために、過去の芸術の中の率直で、真剣で、誠実なものに共感を寄せること裁量の優れた絵や、彫刻を制作すること。ミレーは、芸術性の違いから、ロセッティとハントはモデルをめぐる市場から、互いに、散り散りとなっていくが、この後に、ロセッティを慕ってその下に集まった。 芸術家たち、すなわちエドワード・バーン・ジョーンズや、ウィリアム・モリスらを、ラファエル・ゼンパ、第二世代と考える場合もある。しかし、単に画風の影響を受けた、あるいは信仰があるというだけで、例えば、ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスや、ローレンス・アル・マ・タデマや、フレデリック・レイトンらのビクトリア長の画家たちを、ひとまとめに、ラファエル・ゼンパと分類するのは誤りである。 ラファエル全パの絵画の特色として以下のことが挙げられる。まず、主題としては、中世の伝説や文学、さらに同時代の文学にも取材している点が新しい。また従来のキリスト教主題を扱うにしても、伝統的な図像を無視する場合が多い。画風は、初期ルネサンスや15世紀の北方美術を真似て、明暗の弱い明るい画面、鮮やかな色彩。 そして細密描写に特色がある。ラファエル・ゼンパは自然にとっての真実性を追求することを徹底していた。その作品群には人物モデルを可能な限り忠実に描いて作品空間に取り込む姿勢が見られる。ラファエル・ゼンパの作品に共通する女性像は想像力の産物というよりも現実のモデルの自然な姿を映したものと言える。 自然な姿を忠実に取り込むことに関しては、背景となる風景や事物にも、同様の姿勢で貫かれており、室内制作ではなく、野外で自然を観察しながらの制作が行われた。個々の対象物を細密に描写する反面として、遠近法が無視された構図や、部分が忠実に描かれることによって中心が曖昧となった作品。 不自然なアトリビュートの存在など、ラファエル全パの絵画には、結果的に、絵全体がリアリスティックでなくなってしまう特徴がある。ラファエル全パに、思想的な面で影響を与えたのは、同時代の思想家であり美術批評家であった、ジョン・ラスキンであった。ラスキンの美術に対する考えは、一言で言えば、自然をありのままに再現すべきだということであった。 この思想の根幹には、神の創造物である自然に完全さを見出すという、ラスキンの信仰がある。しかし、明確な理論を持った芸術運動ではなかった、ラファエルゼン派は長続きせず、1853年に、ミレーが、ロイヤルアカデミーの巡回員になったことなどを、きっかけとして、数年後には、グループは解散した。 ラファエル・ゼンパをはじめとする19世紀イギリスの絵画は、明治時代の日本でも、明星や、スバルなどの文芸雑誌に紹介されながら、美術家や文学者にも影響を与えた。例えば、詩人のカンバラ・アリア家は、ロセッティの詩を盛んに翻訳して、理解を深め、自らの作品にもその詩風を生かした。また、藤島武二の天平の面影には、 ラファエル全パの作品にしばしば描かれる。婦人像の投影が見られる。ありがとうございます。